下道のペース気持ちいいわ、楽。高速はやっぱ辛いということがよく分かった。なんだこの国道は、良すぎるな、道が。信号もねえし、これは意外とあっという間のパターンなのかな。そんじょそこらの国道じゃねえぞこりゃ。国道25号恐るべしだよ。なんて快適な道なんだ。名阪国道すげえいい道だよ。しかしすげえわこりゃ。有料じゃないってのがいいねこれね。こんだけ自動車専用に引いておきながら有料じゃないっていうね。ただいまの気温18度、最高です。気温も最高です。気象条件が何しろいい。道の駅があって、なんか道の駅っていうよりはなんか高速のサービスエリアみたいな雰囲気だな。すげえなこの道ほんと。めちゃくちゃお気に入りになりましたよこの国道25号名阪国道。いやーすごいわ、こんな道あんのね。これもまた景色うんぬんっていうか、まあ日本の名道の一つかな俺の中では。伊賀市って芭蕉の生まれた土地なんだね。あー快適快適、いや気持ちいい気持ちいいあー散々走ったけどまたここで気持ちいい。無理するとね気持ちよくなくなるんですよ。マイペースマイペース。うん、ガスも大丈夫そうだ、このままいけるかもしれん奈良まで。そしたら給油して天理まで50キロって出てたな。なんとかいけるか50キロ。いや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 、AK さんとの2人でのツーリング、もう残り50キロですよ今日のところは。まあ帰りもねご一緒していただけるっていうことなんで、まあまだまだこのツーリングは続くわけですけど、今日の工程はあと50キロ、そこからは、各自自分の宿に向かうっていうことになりますね。まあ大した距離じゃないんだけど、いや同伴者がいて本当良かったわ。途中もう超くじけそうになるからもう帰ろうってもういいよ帰ろう無理だってなった時に同伴者がいるのすげえいいわ。辛いこの状況をね共にもうちょっと頑張ろう頑張りましょうっていう、そういうね同伴者がいるのはすげえいいわ。お互いにオートバイですから、その体力の消耗度合いも一緒ですからね、ほぼ同じ距離走ってますんで、そういう意味でいいわ。これで片方が車だったらさ、おいお前どうした、おい行くよみたいな、休憩のタイミングとかもさまだ早いよみたいな感じになっちゃうかもしれませんけど、バイク2台でのツーリングはねそういう意味でいいですよ。かといってマス2、大人数のマス2みたいにしょっちゅうバラバラになるわけでもないから、2台だと結構気軽に、要はどちらが先頭になっても自由度が高いので、まあ、途中車に入られてもさ1台追い越しはいいだけだからすぐ追いつくじゃないですか。隊列もそんなに長くないから信号で分断されることもないし、っていうかまあ今日はそもそも信号があるところはあんま通ってないんだけど、待ち合わせから高速の上だったからね。まあねでもいいっすよ、人と一緒にこんだけ長距離走るの初めてだからね。とりあえずは
楽しい楽しい。しかしいい道だなこれ。もうナビがこの道選ぶ理由が分かったわ。ちょっと考えてた、俺の知ってる普通の国道じゃねえわこれ。めちゃめちゃ流れてる。久々にこの感じを味わってるけど、この道がすげえいいっていう風に感じるのは、この自分の乗ってる今のこの車で一番気持ちのいい回転を使って、でしかもストップアンドゴーが少ない状態でずっと車が流れてるっていう、これがね気持ちがいい原因。この道がすげえいい道だっていう風に思わせてくれる原因、これはやばい。結局ペースが速すぎても遅すぎても気持ちよくないんだけど、そのちょうどいいところのスピードで流れてる、それがまたこのオートバイの爆発を感じられるぐらいの回転域でトップギアで流せるっていう、最高だね。この感じで走ってるとやはりね、ライダーであることの喜びを感じずにはいられないですね。まあ本当に最高ってやつです。おそらく燃費も一番伸びる走り方ですね。北海道の時そうだったように、あの時の感じをこの国道で味わってるというね、奈良までの道のりで。マジでいい道だ。また北海道行きてえなー行きてえ。1週間休んで行きてえ。最低1週間だよな北海道行くなら。もう脳みそが溶けるようなね、あの道を、あの最高に気持ちいい道をね、また走りてえな。もうほんと不思議なもんで、もうあと 3,40 キロっていう距離で AK さんとお別れするわけなんですけど、まあ、自分の宿までの距離考えても、そんな、まあ、3,40 キロってとこなのかな、きっと現時点で。これまで400何十キロっていう距離を走ってきて、途中もうね本当嫌になったけど、それがね終わりに近づくとね、ちょっと名残惜しいっていうか、あー今日ももうこれで終わりかみたいな、終わっちゃうんだみたいな感じになるんですよね。あれだけつかねえつかねえまだつかねえまだつかねえ言ってたのが、つらいよつらいよ言ってたのが、なんていうか、あ、まだこの感じもっと味わってたい、終わっちゃうのがもったいないっていうこの感覚ね、すげえ不思議だよ。人間の贅沢なところっていうか、ないものねだりのところっていうか、辛いのは嫌だし、だけどこの時間が終わっちゃうのも嫌だしっていうね。ただこれがまた延々続くと思うと、それはそれで嫌だし、ほんと贅沢よね。今はほんと気持ちいいっすよ。最高ですね。ただね、今回は明日明後日もあるので、いやー死ぬほど走れるぞこれ。久々に今日よりも明日もっとね楽しいことが待ってるから、いやワクワクが止まらないね。いよいよ関西組とのご対面が明日ですので、それはそれは楽しみですよ。バ
爆発感じながら走る感じいいわ。天理28キロ、ガソリン持ってくれ。三冠の道気持ちいい。これまた空気がうまい。ハリテラスここだ。ハリってここか。なるほど、そういうことだ。明日の待ち合わせ場所ここだ。道の駅ハリテラスこっちだ。へえ、ハリっていう地名なんだね。そういうことだ。あ、大阪まで52キロの地点まで来ましたよ。いや、関西組の皆さんのところに寄せてきましたよ。でも寄せるだけ寄せて、あとちょっとっていうところで、すいません、奈良ですいません。本当はね大阪まで行く予定だったんだけど、すいません、中途半端で申し訳ないです。うわー、すげー眺めがいい。奈良の街かな。いやー楽しい、楽しいよ。もうフリーダムだよ、自由だよ今俺。行きたいとこに向けて単車走らしてるよ。最高だよ。気持ちいいことねえよ。そうだ、さっき地図見てたけど、要はこのくねくねが終わってしばらく行ったら天理だ。もう近い、今日の最終チェックポイント、 AK さんとのお別れの場所はもう近いんだ。そういうことだ。いよいよだ、街が見えてきたぞ。気持ちよかったぞ、おい天理、ここまで来た。遠かったけど最高に気持ちよかったな。ここ降ります。天理東、いやー最高に気持ちよかったっすよ。あの道やばいっすよ。奈良の盆地がすごい綺麗に見えました。はいはい、いや何あの国道、想像以上だ。超流れてるし信号とか一切ない、もう完全な自動車道路なんすね。すげえよかったわ。いやー今日の最終チェックポイントが近づいてますよ。あー、多分それも左行って、はい、あと2キロぐらいで渡らない。はいはいはい、オッケーっす。よかったわ、マジいいわ、楽しいや、最高だわ。いや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 、なんか旅でしたよ。お疲れした。お疲れした、来ましたね。でもね、はい、意外にとりあえずまた、うん、すぐまた明日っすよ、はい、ヤフカナビいいっすね。いいっすよ。あ、行ける行ける。じゃあそこで降りればいいんすね。うん、これ速道で行けばいいっす。速道行く、このまま下で多分。それかこれ速道っすよね。あ、速道っすね、速道っすね。はい、で天理インターチェンジっていう信号を右行けばいいんだ。右行けばいいっすよ。俺そのまま天理インターから乗っちゃうから。はいはいはい、ここっすね。うん、え、一緒に速度行きます。じゃあ乗りますよね。いや乗んないです、速度で。速度行きます、うん、あ、じゃあ一緒に、うん、あの俺行っちゃうんで手振って。え、わかりました、 OK です。ありがとうございました。うっす、ちょっとまた着いたら LINE しましょうね。わかりました。うわしんどい、しんどかった。ちょっとここでね、はい、この疲労してる状態で立ちこきするパターンあるから気をつけましょうね、お互いに。こっからは慎重に行かねえと。ほんと疲れてると、うん、傾いてます。そう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 、スタンド入れずにやっちゃったりとか。じゃあすいません、先導お願いします、
近いぞ、時間の問題だぞ。最後の最後まで一緒にいてくれてマジ心強いわ。ほんと一人じゃないっていうのはいいわ。こんだけの距離走ったらスクリーンも汚れるわな。虫アタック結構食らってんな。明日出る前に綺麗にしてやろう。ハリテラス通りましたね。通りましたね。あそこなんですね、はい、明日10時ですよね。10時っす。いやもう本当お互い何にもなくここまで来た本当それだけが良かったって本当にもうマシントラブル、はい、はい、本当ですよねいやでも、はい、ぶち壊れんじゃねえかぐらい回してますけどね。はい、そうですねでもいつも単発で4速でもっとレッドまで回しちゃってるんですよ。だから今日とかは8000とか8500とか。あーあーそうっすか。じゃああと 300m なんで。よしここで。お疲れっす。